今日はね、安倍ちゃんクイズ。安倍ちゃんクイズです。安倍ちゃんクイズ。安倍ちゃんクイズっていうのは。安倍、安倍首相はしょっちゅう、あのね。数字を上げて。あの、何かを言うんだけど。みんな、あの、すり替えたり、からくりがあったり。あの、本質をそらすような読み方をするんですよ。まあ、安倍さんとしては、実績をアピールしたいがための数字。そう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 。だけど、まあ、ちょっと。 ちょっと頭が働けば見抜けるというちょっとまあ昔やったウォーリーを探せみたいなもんで、うんうん、あの見抜けないと中学生やり直しみたいな<ー>日本中の学力検査が行われてるみたいな状態がウォーリーなかなか見つけられなかったですあってくれ本<当> <laughs> 東京新聞が何週間くらい2週間くらい前に特集で、うんうん、その数字の違いっていうのをやってたあのね、うん 例えばデフレ脱却だってずっと言ってるじゃないですか,、うん、か本来はだったら物価上昇率みんな注目が集まらなきゃいけないじゃないですか、うん、物価が上がる上がらないとデフレは脱却できない。 で、おまけにデフレを脱却できるから、でれば成長するんだから成長率に注目しなきゃいけないのに、安倍さんは、え、企業の決算は最高益だ、株高だ、有効求人倍率はこんなに上がってるとかさ、それで、それでデフレ脱却はもうマジかだって言うんだけど、ちょっと違うでしょ。本当の数字は。 全然ううままくくいってなくててなも別の数字を上げてごまかしちゃうで、うん、有効求人倍率でいうと非正社員の増加ばかりが、うん、まあ正社員も若干増えてはきたんだけど、うん、あの非正社員の伸びが圧倒的だっていう議論はここでもしたんだけど、はい、つい最近の傾向はちょっとね、うん、恐るべきことが起きていて、うん、あの例えばあの日本経済新聞とか NHK なんかは、うん、その2% あの有効求人倍率は東京を上げてて東京は1.88で24年ぶりの水準だってすっごい良くなってるってキャンペーンやってるんですよ、はい、だけどよく見るとあの求人、うん、つまり企業が人を求める求人が実は 1.6%1 月は減ってるんですところが求職者つまり職を求めてる人の方はあの 2.1%減ったんだより多く減る要するに求人より求職者が減れば割り算だからよく基準倍率上がっちゃうんですよそういう当たり前のことをちゃんと見ないとそれでこれねあのちょっと今皆さんにはちょっと見えないんだけどリーマンショックのあとね確かにあの求人は少しずつ増えてるんですよこれまで増えてきた別にあの安倍さんになる前から増えてた ミックスの前からこう見ると、うん、でそれに対して求職者がずっと減ってきてるんですあの求職者というのは実数が減ってるってって実,実数実数るこれは生産者人口が下がってるっていうふうに考える少子高齢化の影響そ,うそ,うそ,うそれもあるし、うん、働いてる人が減ってるってこと働,働き口を求めてる人が減る、うん、働き口を求めてる人が減ってるの減り始めてる、うん、それでこのいわゆる なんていうかずっと増えてきた求人の方も、うん、あも去年の末で頭打ちになって落ち始めているというのが、うん、この1月の数字の見方なんです。うん、そうすると、うん 求人、企業は、あの、ょ人を求めて求人をするのが減ってくるけど、求職者がそれ以上に減ってくれば、有効求人倍率は上がったんつうんだけど、こういうの景気良くなったっていうのかいっていう。景気悪くなっても、有効求人倍率は上がる。で、職を求めてる人はなんで減ったのいや、だって、あのね、特にひどいのは地域経済。ボロボロだから。 東京にみんな集まって、東京はある程度保っててんだけど、仕事があるんじゃないかってことだね。例えば、あの東京新聞とかやってたのは、高知かな、高知は、要するにどんどん若者が流出しちゃって、要するに求職者数が減ってるから、有効求人倍率上がってるんですよ。っていう地方の県はね、東京に流出しちゃってるから、そうそうそう。 そこで仕事を求めてる人が少なくなった、地方は。で、東京新聞がなぜそれを取材したかというと、安倍さんが高知でもこんなに有効求人倍率が上がっていると、高知おひざまですよ彼は山口だけど、だけど高知は人口減少が激しいところだから、高知とか秋田とか長崎とか、非常に苦しいじゃないですか。 そういうところでも上がってるんだっていう話をしたんだけど、実際にハローワーク行ってみたら、求職者数が減っちゃ若者がどんどん出ていっちゃって、人口減っちゃって、うんうん、で結局、うん、あの有効求人倍率が、うん、あの上がってるだける。うん、だから日本全国見ると、うん、東京だけ見てると分かんないんですよ。うんうん で、メディアの多くは東京に集中しちゃってるから、東京を見て経験いいんじゃないかっていう報道になっちゃうんだけど、地方は全く逆。要するに若者がどんどん流出して、求人はあっても非正規ばっかりだから、だったら都会出て行っちゃおうっていう若者が大量にいる。だこの数字のからくりで割り算だからさ、要するに文法が小さくなっちゃえば、 いくらでも上がっちゃうっていうことを見ないで、うんうん、いかさまに、あの、ように、高ーでこんなに上がってるなんていう言い方をしたりするわけです。うんうん、でそういうことは、実はあの、待機児童、うん、いわゆる保育所の待機児童を解消を目指すと、はいはい、女性活躍とか言ってきたわけですよね。うんうん、ところが、これは、あの、安倍さんは、 女性がは働くようになって活躍するようになって、うん、もう喜ばしいことだってこう言った嬉しい姫だって表現されてましたねしい姫だ,だけど、うん、よく見ると、うん、保育士って今非正規ばっかりなの、うん、それで公立の保育園はもうほとんどどんどん,どん、うん、あのうん、うん、民営化したり 増えないわけです民間の無人化に近いようなものがどんどん規制緩和で生まれて働いてる人はみんな非正規で賃金低いんだだから逆に言うと働き手が集まらないっていうことなのに要するに分母と分子の問題ですよ、ここでも女の人がうんと働くようになったから待機児童が増えちゃったのか見る方面倒見る方が。 人が集められないんで、うん、賃金が安すぎて、その待機児童が増えてるのか、うん、ここ全く違うじゃないですか、見方はもう正反対でしょ、正反対、白を黒と言うとか、黒を白という、うん、言いくるめるっていうのは、うん、あのよく言われることなんですけど、うん、結果としてはそうなっちゃうんですよ、うん、あともう一つ、あるだよね、あのーうん、生活が厳しくなって、うん、そうですよ。 働かなく、パートに出なくちゃいけなくなっちゃった。女性やね、高齢者。や、高齢者の場合には、そういう傾向がまだ残ってるんですよ。5歳以上の人も増えてるみたいなのは、それはもう、優雅なこと言ってられないと。職があるなら何でも働くぞみたいなことになってるわけだよね。そうう。てか、それで補わないと、やってけない年金は下がってきてるし、 実は物価上がってないんだけど、うん、生活実感としての物価っていうのはさ、うん、結構上がってるんだよ。スーパーで買い物すればわかるんだけど、うん、コーヒーとかさ、うん、あのパンとかさ、うん、輸入原材料のタイプるもだみんな上がってるんですよ。うん、上がってる。それから消費税で上がったし、うん、その感覚と、うん、あの一般的に,に国産でいろんなものを作ってるもので、米とかいろんなもの上がらないじゃないですか。 そういう感覚から言うと、相当苦しい感じだから、みんなちょっと働き出るとかもうそ、もともと給料が下がったり、非正規だったりすれば、もう働かざるを得ないじゃないですか。で、この新参謀のの介護離職ゼロみたいなニュースで、介護施設をこんなに建てるんだっていうふうに言ってるじゃないですか。はい、施設がこれも足りないんですかっていうことだけじゃないじゃないですか。まあ、確かにあの待待機機児童数、うんあ待機 医者がすごく多く多て、うん、その無認可の介護施設が千何百箇所あるっていうのは、うん、まあ知られてるんだけど、うん、もう一方であの虐待とかさなんか出てきてるじゃないですか、うん、殺人事件、うん、障害者施設でも起きてるけど、うん、いわゆる働いてる人が賃金が低くて、うん、あの人手がないので,、うん、でしかもちきちんとした訓練も受けてないので。うん 非常にあのなんていうか働き方そのものが非常にあの壊れちゃってそれはさすごくさ本当はさ追い込まれちゃってる逆だったよね賃金上げればさみんなから尊敬されるさいい憧れの仕事ぐらいになるぐらいじゃないとねそうこれからそうじゃないと人が集まんないじゃないですか育てられないじゃないですか新聞ではね夜勤の時のコール回数一晩90回90回夜勤 全然寝られないんだ僕無人化じゃなくてグループホームですごい先進的なこをやってきた埼玉で m a d っていうグループホームで認知症の人を夜介護してるの見たことあるんですよ夜中の1二2時までずっとねやっぱり大変だずっとね徘徊してくるんですよちょっとお便所行くのにずっと寄り添ってついていくんですよ あんまりなんかよく聞くと抑えつけるとか行動をやめさせるとかいうのは認知を進めちゃうんですってだからこう常に寄り添ってなきゃいけないう、うん、そういう質の高い介護をやろうとすればするほどすごい労力と人手がいる熟練もいる。 だからそういうのを人を育てられるだけの給料払ってないですよ。それなのに予算で介護施設をこんなに建てれば介護離職ゼロを目指してるんだみたいな話になっちゃうわけじゃないですか。か数字のからくりみたいなものをちゃんと見抜けないと、あの、何が本質的な問題なのかが見えなくなっちゃう。で、僕思うんですけど、ボンボンっていうのはさ、都合いい数字で自分を正当化しがちだと。 でもし安倍善意にね、安倍さんを解釈するならば、うん、その、ボンボンの三代目の社長は、取り巻きが、ろくでもないやつで、うん、社長こんなうまくいってますよとかいう数字を次々上げてくるんだよ。できっとそれを あの、官僚のこと言ってんだけど、うん、それを判断する能力がないと、うん、ほら、こんなにうまくいってるぞって言って、国会質問出て、それせ、せ安倍さん、逆なんじゃないですかあの、保育士の給料が低いんじゃないですか介護士の給料低いんじゃないですかとかさ、給食、うん、者数が減ってんじゃないですかとか、そういうふうにひっくり返されて、いや、あの、ちょ今調査してるところだとかさ、わけのわかんない答弁になっちゃうのはさ、多分、 あのそういうなんかこう政策を立てる時の下々の生活をきちんと考えるっていうことができないんだと思う、うん、僕はそういう意味で、ぼ僕の判断ですよ、うん、僕はそう,、うん、そう思う。やだ最初に喋ったさ 憲法のことと結びついちゃうね、そうそう、が軽く扱われるとさ、いやあの、自民党政権の末期から民主党政権にかけて、ものすごい官僚批判がありましたけど、うん、今、もう全くと言っていいほど、やりたい放題でしょ、それで、首相官邸、経産省であの原発再稼働だし、多分ね、辺野古で妥協して和解したふりしてで、参議院の前に株を上げて、うん まあ大阪維新の会抱き込んでとりあえず憲法改悪だか改正だかそれを目指していくというシナリオをとにかく描いているだけであとはみんなもう自己正当化の数字だけを次々言ってかはごまかし最後に時間ないからさちょっと救いみたいなことも一言言ってみようか先生。 行ってみようかって。<laughs> 行ってみよう。<laughs> リドリフの調査みたいになっちゃう行ってみよう。<laughs> この話でだよ。<laughs> しかも,もうか上から見せよいや、だから、だからさ、<laughs> あのー、<laughs> 中間貯蔵施設も運びっこないような数字だしさ、<laughs> 3000万と運べる。もう、うん、そういう数字算数でわかるような。うんうんうん そういうことをさ、メディアが平気で報道してるこのレベルの低さをさ、うん、やっぱ視聴者がどんどん批判していかないと、うん、問題が問題だと思って出てこないから解決していかないと思う。でも分かってきてる人もじわじわ増えてる、ねうん。じわじわ増えてると思う。だってあまり幼稚だ